ニコンニコンの全天候カメラ製品一覧、ニコノス V ニコンの全天候カメラ製品一覧は、日本工学工業、ニコンの発売してきた銀塩フィルムを使う、全天候カメラの一覧。生活防水ではなく、水中での撮影に対応したカメラ、つまり、ニコノスシリーズを扱う。小雨程度なら、耐えられる防水機能、いわゆる生活防水機能を持つカメラは、 特に珍しくない。また本格的な水中撮影を可能とする防水ケースが用意されているカメラも古くからあり、日本工学工業でも1956年5月にコン s よ用に防水ケース、ニコンマリンを発売していた。しかし、カメラ本体で数十メートルの水深での撮影に耐えられるものは少なく、防水ケースも非常にかさばりかつ重く、 またカメラ操作や使用レンズにかなり制限がある。ニコンには50メートル防水と本格的な防水機能を持つレンズ交換式のカメラ、ニコノスがあり、悪天候時の取材や滝つぼ等の撮影、海辺やスキー場など屋外レジャーに利用され、ダイバーたちに愛用され、水中カメラのカテゴリーでは一時圧倒的なシェアを有していた。しかし、陸上と異なる水中環境では、 カメラのフィルム交換ができず、フィルムによる多数倍撮影には、システム上の制約が大きいため、撮影枚数の制限が緩やかなデジタルカメラの高性能化に伴い生産終了した。135フィルムを使用し 24-36mm 半のレンズ交換式カメラ。水中撮影が可能なカメラとしては唯一と言っていい、システムカメラであり、スピードライトや、 接射装置など豊富なアクセサリーが揃っていた。また、ニコン純正以外のアクセサリーも存在した。現在では、すべての機種が生産終了から相当の年数を経過しているため、部品交換を必要とする修理は困難になっている。また、オーリングが経年劣化のため水中撮影能力がなくなっている。個体が多い。陸上でも使用可能なレンズが用意されており、 水中に限らず、全天候カメラとしての側面があった。しかしピント合わせは、目測によるため、よほどの熟練者でも、高角レンズ以外は使いにくい。世界で唯一の水中専用システム一眼レフカメラ。内蔵モータによる巻き上げ巻き戻し、マルチパターン速攻、胴体予測機能付きのオートフォーカスなど、同時代の通常のオートフォーカス一眼レフの機能は、 一通り備えている。水中専用となったが100メートル防水を実現した。レンズは専用の RUW マウントで、ニコノス I からニコノスボルトまでの一般、ニコノスシリーズとの互換性はない。中のマウント部は、ニコンカイマウントと、機械寸法が同一になっているが、カイマウントカメラに使用することはできない。ニコンの世界第6版、P16。ニコンの世界第6版。 p258 新ニコンの世界第9版 p33abcdefgi ニコン投入門 p226abc レンジファインダニコンのすべて p171abcd レンジファインダニコンのすべて p172abcde レンジファインダニコンのすべて p173abcd ニコン島入門 p 二百二十七 a b c d e f g h i j ニコノス3カタログ AB ニコン島入門 p 二百二十八 a b c d e f g カメラ年間十二年版 p 百三十四 a b ニコン島入門 p 二百二十九 a b カメラ年間十八年版 p 二百十六 a b カメラ年間98年版 P217 ありがとうございます。